今から近似値の説明をします。近似値というのは、まあ、それに近い値という意味で、例えば今この赤い線と黒い線があったとして、これを今このブルーのスケールで測っているとします。目盛りがちょうどこの場合、ここを見ればわかるように10センチ間隔なので、例えばこの目盛りだけを使って赤や黒の長さを測っても、細かく目盛りよりも小さい1センチのところまでは測れません。そういう時にこの大体近い値という意味で、例えば10センチ刻みの場合には、この場合大体見た感じで黒や赤が110や130よりは、まあ強いて言えば120かなと言った時に、120センチメートルとこう答えれば、これがまあ大体の値ということで近似値というふうに言えます。ただ見た目に分かるように、この黒や赤の線はぴったしちょうど120センチではないので、真の値とは言えません。ということで、本当の長さを真の値と言って、これと測ってみてそれに近いであろう数字で表した近似値、この違いのことを誤差と言います。まあ、誤差についてはまた後で説明しますけれども、この場合実際に測った人がどのくらい正確に測ったかというのを、後でこの近似値だけを見た人が分かるように、書き方に決まりがあって、10センチ間隔なので、ここの10のくらい、つまりこの場合で言うと長さなので、10センチメートルのくらいまで正確に測りましたよ、そういう意味を込めて、この場合には位の大きい方から10センチの位まで2桁あるので、 1.2×10 の2乗、このように有効数字といって、どこまで正確に測定した結果の値なのかと、近似値なのかというのが見た人にはっきり分かるように、最初に有効数字だけで何点何と小数で表して、でそれにかける10の何乗というので位が合うように整えます。この場合10の2乗を 1.2 にかければ 1.2 の100倍なので、ちょうど120センチ、さっき測ったこの近似値になるわけですね。こういうふうにどこまで正確に測ったか、それを表す桁の部分、この場合で言うとこの 1.2 というこの2桁、これを有効数値と
というふうにします。例えばこの場合 1.2×10^2 という書き方をしたら、これは10を2乗して100倍したんだから120センチというふうに読み取れるので、この時の 1.2、 この有効数字の2桁の部分、ここが実際に測定可能だった、この場合でいう中の位、すなわち10センチの位まで測りましたということを分かるようにしています。例えばメモリがもう少し細かくなったとしたらどう表せるかというと、ちょっと見ててください。例えばここがメモリが1センチごとにあったとします。そうすると120+1でここが121、1引くので119、こういう物差しで測ったとすれば、今度はこの黒い線や赤い線は119と120の間に黒い線があり、120と120の間、121の間に赤い線があるということで、これも無理やり読み取れば、まあ119センチよりは120センチかな、この黒い線がね、赤い線だったら121センチよりは120センチかなということで、結果的にはさっきと同じこの120センチという近似値に実際にはなりますが、今度はさっきとどこが違うかというと、1センチ間隔の目盛りで測ってるので、この1の位まで、つまりこの場合で言うと120のこの1の位にある0、ここまで1センチ目盛りの物差しで測った場合には細かく測れましたよということで、さっきよりは10倍正確に測っていることになります。ということで、ここでは1の位まで、すなわち1センチの位まで測りましたという意味になるので、上の大きい位から見ると111で、結果的に3桁の有効数字ということになるので、今度は書き方として 1.20×10 の2乗このように示すことによって、つまり有効数字 ×10 の何乗というこの前の部分、ここですね、ここを 1.20、 あえて0まで加えることによって 1,2,3 桁、有効数字が3桁になりましたよと、つまりさっきの有効数字が2桁の時よりは10倍正確に測りましたということが、この書き方で示せるわけですね。でさっきと同じように、実際に10の2乗だから100倍すれば、結果的に小数点が右に2つずれて120センチとさっきと同じ近似値になってしまうんですが、ただこれをさっきみたいに 1.2×10 の2乗センチと書いてあるのと 1.20×10 の2乗センチと書いてあるのでは、同じ120センチの測定値、ね、測った値でも実際にはここの10の何乗の前の部分が3桁になってる方が、2桁になってるやつよりも10倍正確に測っているという意味になります。このように必ずどこまで正確に測ったかというのをはっきり示す場合には、有効数字を使った
この書き方がよく使われるので覚えておいてください。これが近似値ということの説明になります。そしてさっき言ったこの誤差ということですけども、例えば今書いてあるのでこれを例にとると、この黒や赤い線というのは実際にちょうど120センチというわけではなくて、1センチ間隔の物差しで測った場合に、例えば線がこの辺までしかなかったら、これは普通の人が読んだらこっちじゃなくてこっちということになるし、もしもこの赤い線がこのくらいまで来てたら、実際にこれを読んで120センチとは答えないので121センチというふうな近似値に当然なるわけで、結果測って120センチと読める間はどの辺までかというのを誤差の範囲といって、例えば測定値を A なら A とすると、この場合この測定値、いわゆる近似値ですね、これを実際には一桁下の真ん中の目盛りを考えたときに、例えば120と121の間だったら 120.5、 ここだったら 119.5 とこうなるので、実際に120と答えるためには小数第1位、この場合は小数第1位、ここを四捨五入して120になる長さの範囲という意味で、ここの場合は120と読めるギリギリ短い方は 119.5 センチ、四捨五入して120になるからね。それからこちらの不等号にはイコールがないので、この数字を使って 120.5 とすれば、ギリギリこの 120.5 よりも小さい、つまり 120.499999999 とギリギリ 120.5 になる手前まで、これが四捨五入して120になる範囲ということです。これが実際にこの測定値、この近似値 A の実際に真の値、本当はどこまでだったかというのの範囲が示せるというわけですね。ということで、この範囲のことを真の値の範囲、このように呼ぶことができます。つまり真の値っていうのは、実際にそのものがどれだけの、この場合で言えば長さだったかというのを測定値、つまり近似値とどのくらいズレがあるか、誤差があるかという範囲、実際に示しているわけですね。